ビール。嘘。マジガチ？怖えな。おらー、うっせーなー。あーもうやめだ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 。もう締め締めだ締めだ、もうめっちゃ素出たな今俺。しまいだもう。すごい下がったテンション。すごい。ごめんって。皆さんお待ちかね。はい、温めに温めました。はい、逆再生きました。いやマジで来たね、逆再生。だいぶ温めたね。いやもうこれの時現象がすごいんですよね、毎回。いや本当に見事なぐらいこの曲やるとすごいから。はい、逆再生オーラナイトっていうのは僕らの動画に入り込んだ声とかの現象ですね、はい、まあ、声ですね、はっきり目に映ってるやつを逆再生してみる、はい、例の世界はあの全て逆になっているっていう、まあ発射がいい例だよね。逆になってるということで、あのもしかしたらメッセージも逆なんじゃないかというところから始まったシリーズものなんですけれども、はい、はいはい、本当にとんでもなく禁断な企画ですよね。ねえ、テレビでは見れないからね、こういうの、うん、もうこれもね3回か4回目になってるんですけど、はい、3回か4回できるほどあのエグい声が入ってるっていうことなんです。そうだね、言葉だもんちゃんと逆再生、はい、過去にはやっぱ意外と聞き取れちゃうようなワードとかありましたもんね、うんうん、あったあった。逆から再生してみて、それをメインに中盤からやっていくとして、はい、はい、ええっ、じゃあ今さかっこがポンみたいな音ってんの、それガチで、しかも超でかい、もうノックとかじゃない、もうなんか、うん、完全にバンみたいな。普段しねえけどな、どこ。ということで最初は調査班掘らないと少しいらっしゃいます。どうしよう。あ、惜しい惜しいなあともうちょっとまず一つ目の動画、はい、動画に映り込んだ謎の光、よく見ると人の顔だった。あー、これも結構前だね。あったね、っていう動画ですね、うん、5分19、水の音が聞こえます。水すぎる、さすがに5分30秒、トイレが光る。トイレが光る、確かに本当だ、すごい、すみません、俺らがこれに気づいた瞬間、おー、これ、画面内のじゃなくて、どっちだ、ね、どっちなんだろう、わかんない、こっちなんじゃないかな。確かに本当だ、すごい、すみません、濃くね、すごいな、ここ以外全く音しないんで、ね、全然しない、ずっとしないのおかしいもんね。確かに本当だ、すごい、すみません、俺らがこれに来た瞬間バカセミ投げ出した。もうほんま怖い、何マジで怖い、全然しない、ずっとしないのおかしいもんね。声ちっさ、お前出ないんだって、だからそれもちっちゃい、出ない、マキゼロ出ないんだ彼女と別れてね、声出なくなっちゃう。そういうことじゃない、メンヘラ発動、ちょっとね、しょうがないな、それはな。9分35、はい、声が聞こえるってことですね。分かんない、これきつくない、ちゃんと、ちゃんと最後が一番きつい。しかも、ってことはさ、遊具遠かったじゃん、ちっちゃくない、なんか分かんなかった。リボンかタワーボールだと、そう、リボンか俺っぽい、会話の文脈的に合うしね、はい、これはまあ幽霊ではないと思います、はい、そうだ、これはちょっと違いますね、はい、ネクト続いてですね、10分20、また声が聞こえるんです。うん、今日重ない、いやいや、やばいやばい、もう最初ちゃんと重い、なんか重すぎたね、なんかもうちょっといい、あ、嘘言ってる、分かんなかった、なんか呪音みたいな、今日重ない、いやいや、やばいやばい、もう最初ちゃんと重い、なんか重すぎたね、なんかもうちょっといい、これは誰でもない感じ、聞こえるね、たつきからと思ったけど、たつきがね、言葉発しないです、なんかその音が出てる時に吸ってるよね、タツキは、吸ってる、吸ってる、なんか絶対音は出てないはずなんで、うん、これはね、幽霊です。はい、来ました、認定、認定です、認定です、ありがとうございます、はい、ありがとう、認定です、認定です、ありがとうございます、はい、はい、はい、続いての動画、はい、第10回
ゾッとする雑学王。おお、ゾッた。なんだっけこれ、ウジ虫を食べるやつ。ああ、そう、ウジ虫。ギネスのやつ。口移し、口移し、口移し、失礼。これほんと気持ち悪かった。これがほんとぞ、これはこれの7分32秒にちょっと声が入ってる。えぇー、え、気持ち悪い。え、そうね。そう、これ世界記録。そうで、この人だけ、で、この人だけ。え、バカでかい、バカでかい、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 でかい。え、叫んでるね。叫ばないでしょ。これ誰の声でもないと感じ。叫びすぎてね。え、何、ちょくちょく落としてるから、俺らがもしかしたら動画を見ててそこから声が出てるだけなのかも。まあまあ、その可能性高いよ。え、でもさ、ここだけちゃんと聞き取れるか、動画見てて。まあ、そう、その後はあんま聞こえないもんね。え、そうね。そう、これ世界記録。そうで、この人だけ唯一全然病気とかかかってないんだって。へぇ、やばい、吸い込む。まあそうだ、まあ動画の可能性、中の人のリアクション。そうかもね。またこれですよね、見せてるのが画像になってるんですけど、俺らは動画で見てたのかな。まあ、そういうことか。ちょっとびっくりしましたけど。いや、ビビるんでしょ。叫び声すぎる。大輝よくやってる声真似かと思った。あ、確かにね。どうやってやってる。じゃあ真似してみて、これ今のこれ真似して。なんでできる。なんでだよ。やってるやん、いつもなんかわーみたいなやってるやん。それわー、そんな感じで。ここから本題の逆再生をしていこうと思います。はい、これマジでやばいんだよ。本当なんで、現象大量に起きると思いますのでね。はい、皆さんお気をつけて。一つ目です。はい、 S 級心霊スポットでついに本物の女の霊を目撃し動けなくなった。うわぁ、これは出張掘らないとね。地蔵のやつだな。そうだね。じゃあ5分51秒ですね。まず一旦普通に音声をお聞きください。降りる、降りる。いや、マジでやばい。でっかいな。キリしてるね。でかい女性の声。キナなんていうわけないと思うんですよ。まあ、そうなんだけど。だから逆再生で怖いんだ。そう、それでね。で、あと普通にやっぱ音がでかすぎるので逆再生案件となった動画ですよね。はい。まあ、まず逆再生してみます。はい。やばい、下も。リロ、リロ、リロ、リロ。なんで、なんで。リロ、リロ、リロ。逆再生スローモーションです。スーパーシャンブレリロリロロリロ。じゃあなんでやる？嘘。ガチ？マジ？そう、そういう耳で聞いてみます。そう、なんかなんでのニュアンスの後に何かある。そうそう、なんかちっちゃくね。そうそう、恨んでやる。恨んでやる？スーパーシャンブレリロリロロ。うわぁ、超えるな。超えるね。なんでこれエグいな。これはやべえ。逆にして遅くするだけでこんなはっきりしてるね。恨んでやるが多分一番近いかな。まあそうだね、恨んでやるって聞こえるもんね。そしたら怖すぎる。ちょっと怖すぎる。何したらやばすぎる。逆再生やべえな。怖いのよ。しかもさ、絵に描いてるのさ、霊の声じゃん。頭おかしかったけどね、こっちがね。ずっと聞いてんの。マジで怖い、これ。2つ目の動画に参ります。体験談が大量に寄せられたスポットでついに幽霊が見えてしまった。八王子城跡知ってんねん。もう俺大好きだね。七好感度ダダ上げしてます。10分24に声が入っています。まずはそちらをお聞きください。はい、いけない。これ、あ、これ立ち行きしたやつか。あ、思い出した。いるわ。嘘。え、ドンドン、ドンなんてですか。どこ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 、この辺。ドンドンで一人だけ聞こえるってあんまないよ。そうそう、それ俺わかんない。全然俺も気づかなかった。むしろ正義の不幸だってビビって思う。確かに。うん、来たなったよ。え、なに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 、俺今ピーって言うの。言わない、言わない、言わない、言わない。また正義だ。歩いて、この俺だけ聞こえるの。やった、だ、始まった。歩いてなんだ。なんかバカみたいじゃん、なんか。確かに、確かにね。信用されないでしょ、俺だけ。俺だけなんか聞こえてんの。そう、あ、そうね。うん。こちらです。大輝って俺ら聞こえたんですけど。そうなんだよね、これね。ちょっと聞いてみましょう。いけない。これ、あ、これ、これ、あ、これ、大輝もう言ってるもん。もう言ってるよ。絶対言ってる。誰言ってもうてますよ、これはもう。
しかもこれ八王子ではもともと大輝だけ行ったことあったから余計怖かったんだ。そう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 、俺は2回覚えられてたんじゃないの。マジでこれ言ってるもんね。やばいよ、これやばいよ。しかもこのさ、前さ、お前おばあちゃんかなんか見たもんね。見た、これ逆再生、逆再生、どんな声配信これね、逆再生したら再生いきます。え、何してるの。女の顔でっかい顔見える。見える。本当だ、見えるわ。わかるわ。めっちゃ見える。見える見える見える。気持ち悪い。俺ま一番苦手だこの声。うわ。やっば。うわ。本当だ。本当だ。終わりじゃん。うん。これが。ええ。